こんにちは。ロコポアに挑めましてです。はじめましての方もいっぱいいると思います。ゆりと申します。よろしくお願いします。多分初めましての方の方が多い気がするので、自己紹介から。私、福山市で踊ってみた活動をしてまして、で今岡山県の岡山市にあるサブカルバーラピエルっていうところで不定期でイベントをやらせてもらってます。主には岡山市で活動させてもらってます。そんな感じです。で私今日持ち時間が長いのに3曲しか持ってきてなくて、なんでかっていうと私大学4年生でして卒論に追われてまして、月曜日に卒論発表でなかなかはちゃめちゃに生活しております。まあでそんな感じで3曲しか持てなくて、喋るのが苦手なんですよね。でどうしようかな。卒論の発表ちょっとこれはここじゃできないですね。卒論ちょっと脂肪のことをやってまして、脂肪酸みたいな。で何の油を使ったらなんか健康的になれるかみたいな、まあそこ、ためになる、やった、痛風の、痛風の、1個ですか、さっきデカさん、アクエリアスを持ってらっしゃって、アクエリアス、あんまりよろしくないんですよね、糖分入ってるからね、水なら OK です、いやもうさっき言おうと思ってたけど、デカさん普通にシスーってたからあーっと思って、あーアクエリアス飲んでるみたいな。デカさんコーラしか飲まないからね。コーラもダメなんですよね。炭酸がっていう砂糖がアクエリアスも砂糖が、水なら全然いっぱい飲んでください。水をいっぱい飲んでください。まあそんな感じで、まあ、痛風をって言ったあたりで、私栄養科に通っておりまして、まあそんな感じでそんな感じでやらせてもらってます。なんか何を話していいかわからん。皆さんクリスマス何するんですか。あれダメ、ご友人です。私バイトです。バイトと卒論の準備です。まあそんな感じですよ。どうしよう、ネタがなくなっちゃった。どうしよう、ネタがない。まあ次行きましょうかね。次ちょっと全然クリスマスの曲とか持ってないんで、ちょっとかっこいい系にしてみましたっていうだけです。じゃあ2曲目を行きましょうか。
びっくりしたありがとうございました。ちょっと疲れた。今日前物販したんですけど、今日は私と次はみはるちゃん、前物販させてもらって、でも今日はもうイベント終了したらもうパッと消えちゃうんで、イベント終了後の部分はありませんというお知らせです前物販来ていただいた方ありがとうございました。いっぱいいっぱい来ていただいて、そんなこんなで、ちょっと今何分ぐらいだったか全然わかんないですけど言ってかさに行け行けって言われて、そこでちょっと見えるのかな、そこから見えるかわかんないですけど、私たちみはるちゃんと私ともう一人とさっき前物販とか前回のロゴパに来ていただいた時に分かるかと思うんですけど、分かる方もいると思うんですけど、もう一人スタッフのみのりちゃんっていう子がいらっしゃいまして、で3人でダンスローズっていう、踊ってみたグループ的なのを、まだ本格指導はしてないんですけどね、まだしてないんですけどしようかなみたいな感じの3人でございます。で次最後の曲なんですけど、なんと、ありがとうございます、ありがとうございます。次の曲で最後なんですけど、なんと今日私が無理を言いまして、なんとスタッフのみのりちゃんが一緒に踊ってくれるということで、裏で震えてる今なんかステージに立つからちゃんとサンタの服も持ってきてくれたんでまだ震えてるってじゃあみのりちゃん喋らない、喋らないそうなのでじゃあ次の曲で最後です。今日はまだまだこれから続くんで、ロカボは続くんで、ちゃんとクリスマスしていってくださいクリスマスの予定聞いたら誰も教えてくれんかったけさないんだよないんだよ。じゃあ今日はクリスマスだね。アイドルさんと一緒にクリスマスをして帰ってくださいじゃあ今日はありがとうございました。ゆりでした。